よべー、先生のセドタボだ。大阪で心霊スポットに来てしまいました。出たー、心霊スポット。なんと今回大物ゲストが来てくれています。大物ゲストが兄貴。はいどうもどうも、はいどうもどうも、はいどうもどうも、ときゃきでーす。すごい出方がもう。今日は一日翔くんにおすすめの心霊スポットに連れて来てもらったということで。やっぱ最近ね、ST って言ったらもう心霊企画。そうなんですよ、ありがたいのか。毎日毎日もうなんかもう怪奇現象起きてるやん。そうなんですよ、普通のネタやっても現象起きて心霊現象になっちゃうんですよ。初なんですよ、怪奇現象が起きてからもうあまりに怖いので心霊スポット行ってなかったんですけど、翔くんの紹介でここ心霊スポット行くことになったんで、はい、我々心霊系が心霊スポットに行ったら怪奇現象起きるのかという検証でございます。はい、ということで行きますか。行きましょう。ほんまに正義が、正義とターボが家来る前に、はい、なんすか、なんすか、なんすか。いや、カチャカチャっつったから。ターボ、カメラ待って、前行ってカメラ待って、もう怖い、もうすでに怖い。セギとターボが家来る10分ぐらい前に、俺 YouTube 見ててさ、はいはい、5年間ぐらいで初めてガガガってなって、一応スクショしてんやけど。スクショしたんすか。なんかもう俺ら来る前ですか。来る前、いやだから今日っすか。今日えやばくない、なんか俺らなんか。そうやねん、連れてきてくるんじゃん。いや、なんかあれなんですよ、しょうか、自分の実家で行った時も現象起きて、うん、だからなんかカメラにもちょっとすりついてる説があるんですよ。あ、だからかな、ちょっと近づいてきてっていうのがあるのかな。で、ほら、YouTube が予期せずに終了しましたみたいなのがあって、ガガガってなって。ガチじゃないですか。スクショしてるってもうガチで。そう、ビビりすぎて。これ説明してないけど大丈夫？今から説明しようか。はい。これどういった場所かっていうのを。あ、お願いします。こちら一番有名なのが、赤トンネル。はい。そもそも心霊スポットがあるんですよ。はい。なぜ赤トンネルという名前なのか、それは死ぬられたトンネルと。別名ね、そんな風に言われてるんですよ。年数が経って、はい、錆びてきて、それと同時にちょっと例の目撃情報が増えたんですよね。結構トンネルってさ、はい、イメージ的に言ったらさ、はい、こう道路やん、車で行くような道やん、はい、ここ山の中やからね、しかも徒歩でしか行けない、なかなかないでしょ。あ、でもそこに行くまでは結構ここね、デートスポットなんですよ。あ、そうなんだ、めっちゃ綺麗な夜景。まだ映したらあかん、まだ夜景映したらあかんで、まだ目つぶって、2人ともこっち来て、俺が撮っとくよ。ありがとうございます。3、2、1、ゴー。嘘だろ。えぇ、ー、すげえ。想像の100倍やばい。メガネかけちゃうもん、もうちゃんと翔くんの彼女目線やってた。お前ライトるんだよ。えこっからだぞ。こっからなんだ。こっから。なるほど。逆にね、これを餌で釣られてる感じがするから。あ、もうこの後そんなヤバい感じになるんです。そういうこと。もうヤバいって。赤トンネルに行く前に、はい、もう一つ心霊スポットあります。マジっすか。実は。それが公衆電話。うわ、やばい。そこの公衆電話出るって言われてるんです。あ、もうやばい。やばいって。めちゃめちゃ山の奥じゃないですか。そんなとこにポツンと一つ立ってるんですよ。やばいっすね。普通に考えてやばいっすよね。冷静になってみれば今。やばい。今冷静になればやばいよね、多分。誰が使うんすか、だってそんなとこに。な、何ですか。やばいよね、多分。誰が使うんすか、だってそんなとこに。な、何ですか。何すか、何すか、何すか。この子やから、気のせいか。後で編集で確認してみて。そんな聞こえました。え、何これ。それで入っちゃってんだよな。それや、そろそろ一つ目。てか、トンネルある雰囲気ないよね。そう、全然やばいよ、ないやん。普通に舐めてましたもん、ターボ。はい、待て待て、あ、うわ、あ、これ、ここ、これっすか。これもやばい、これやばい、これもやばい、うわ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 、やばいな。ちょっと翔くんのサムネ撮りますか。ありやな。え、待って、今なんか落とした、なんか落とした、なんか落としたね、やばいね、無理絶対ね、やばいやばいやばい。なに、さすがにやばくない？ちょっと、お、お、お、やばい、待って、え？
いや、そもそも音異常じゃないですか。え、だから普通に声しました。もーみたいな、なんか低い感じ。いや、俺女の声します。え、俺もーっと声。だって、さんの音あれ以上行ったら絶対出てくるなって思ったから。思いました、うん、もうあ、もう目の前だって感じありますよ。そう異常でしたよ、音。え、なんだ、光ったよね。いや、違う、 あっちからガサガサ聞こえる。待って、やばいかも。え、俺そこでなんか光ったの見えたよ。てか、こっちに映ってる多分。ちょっと俺、アウトな気がします。今日くん、俺ちょマジで取り付かれ今日くん、俺ちょマジで取り付かれ取り付かれる瞬間みたいな、うん、直前みたいな感じに今来てます。マジで吐き気してます。ほんまに。ちょっと背中ぶったたくか。そうだね。いった、大丈夫です。出たな。いった、よしよしよし。これ一応言われてるのが、はい、異世界と繋がってるっていう。繋がってそう。ちょくん、取り憑かれてんよね。大丈夫だよね。ん、虫がうぜえ。びっくりした。でも一つちょっとうって思ったんが、入ったら普通の鏡っていうか、ありとあらゆる角度から心斜めから来るし、まっすぐ横ここみたいな。大丈夫か、気をつけてね。行ってみましょう。うわ、ほんとだ、気味悪い。あ、ほんとだ、こことか、こことか、こことかちゃんと、こことか、こことか、こことか、一旦確認しましょう。うん、あの辺なんか起きてないか一旦確認してみよう。トンネルさ、ちょっとヤバそうじゃない。確かに。正直なところ。あっ、ちょっ、何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 と、何と、何と、え、女みたいな声聞こえました。マジで。え、確認します。ちょっと確認しましょう。確認します。ちょっと確認しましょう。確認しましょう。確認しましょう。翔くんとかもうちょっと異変感じて、で僕がもう吐き気して、正義やばかったね。やばかったです。おかしかった、ほんまに。で、ちょっと声入ってた、聞こえたじゃないですか、翔くんと俺が聞こえたって言ってて、でそのシーンをちょっと見てみたんですけども、カメラで今確認してる段階でちょっと女の人の声っぽいのが入ってたので、あったやろ、なんかちょっとこれ以上は、ちょっとうるさい、怖い、なんか仕事みたいに。はい、終わらそう。怖いやばい。やっぱこれ僕らはあるあるなんですけど、気づいてないところでめっちゃ声入ってる可能性あるので、本当に霊が嫉妬してるかもしれない。まあそんな甘い話じゃないと思うんですけど、普通にやばいんですけど、トンネルまで行くのがちょっとリスク高すぎるんじゃないかなと思って。なるほど。今回はとりあえず異次元の電話ボックスまでということで、行く前に終わるっていう。いや、でも俺もやばいと思いません、さすがに。そう、ここがこんなやばいと思うかったですよね。俺も分かったもん、翔くんの反応見て分かった、こんなとこじゃないんだな、やべみたいな。まず電話ボックスがちょっとやばいと思います。作りおかしいです、普通に考えて。ちゃんと鏡になってた、ま、合わせが鏡やってたら、こうなんかおかしいですよね。そう、次回また大阪に寄った時に翔くんのおすすめスポットに行きたいと思います。その時は赤トン行く、リベンジしましょう。リベンジ企画いいね。そうやな。 ST の動画見てる人は本当に ST がやばいっていうのよく分かってると思うんで、調子乗らないでこの辺でやめておきます。翔、はい、さんのチャンネル登録も皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。いや俺まさかこんなとこで富士山でいうところの5合目でさ、ST のヤバさちょっと感じてもらいました。お前ちょっとどんだけその心霊スポット起きねえって思ってて、はい、でもプライベートでさっきずっと話してたやん、はい、あ結構マジなんやなって思って、はい、一緒にここまでさ、俺がいつも行って心霊スポット行って、はい、か今までにないようなこの何やろ、変な気持ち悪さというか、気をつけてくださいね、ほんと。なんか僕たちのやつが翔くんのとこ行かないそうやな。なんすか翔くん、俺マジで
取り付かし確認します。ちょっと確認しましょう。こことかちゃんと。ひたすら夢へと走り続ける。